原木栽培。原木栽培とは、天然の木を用い木材不及金のキノコを栽培する方法で、伐採し、枯れた丸太に直接資金を植え付ける方法である。丸太をそのまま使うことから、原木栽培と言われている。本校では、古実体を食用、または薬用とするために、日本国内で商業生産されるキノコに監視記述する。 最も野生に近い栽培方法。切り株に直接菌をつける方法から、一定の長さに切断した、ホタギ、ホタギを用いる方法などがある。一般に、原木栽培といえば、普通原木栽培を指すことが多い。基本的に、野生のキノコが生えるのと同じ環境が必要なため、ほとんどが山林で、近年は一部、ハイトンネルなど、自然のサイクルに合わせ育成される。 したがって、収穫時期は、おのののキノコ固有の時期になる。ゆえに、気象条件だけでなく、害虫や有害菌などの外部環境の影響を、受け役、終了と品質は安定しにくいが、天然条件と変わらない方法で栽培されるため、食味は天然と同じと言える。販売される際は、原木栽培の表示がされる。原料期の加工状態で、 原木栽培はいくつかに分類される。法がある。一般的に、生の木は木材不給菌の成長を阻害する物質を含むため、適さないとされている。原木の伐採後は、数ヶ月間乾燥させ、朱金を摂取し天然と同じような環境に置き、翌年秋の発生を待つ。キノコと使用する樹種と樹齢には相性があり、水なら、シイ、桜、クヌギ、コナラ、 ブナ、カキ、クリ、クルミなどの落葉紅葉樹が利用され、ケヤキ、胃腸は向かない。樹齢は10から30年程度のものが利用される。根元付近から木を切り倒し、葉がついた状態で放置することで、葉から次第に水分が抜け、食菌に適した状態となる。十分に乾燥させないと、菌糸の生育が抑制される。1メートルほどの長さに玉切りし、 1> 約1月間直射日光を避けて管理する。食菌は日本では一般に2の3月が適期とされ、それぞれの地域で染井吉野が咲く頃までに終えるのが良いとされる。椎茸では、菌種の選別と一定の全処理を施すことで、杉、唐松、赤松などの新葉樹も利用されている。原木栽培法においても、菌床栽培のように、穂だけを高温滅菌した根付けをする方法を、 採用いることで雑菌に弱く栽培が難しかったマイタケなど、菌種の栽培成功率が上がった。近年は国産椎茸が見直され、国産品の需要は増加傾向にあるが、生産コストや労働力の不足などの問題から衰退しつつある。特に原木伐採に関わる労働力は高齢化などにより急速に減少し、原木不足が深刻化している。 原木入手難に対し、北海道立林産試験場などで、成長期に伐採した原木の利用研究が行われている。日本での発祥は古く江ノ木竹では、江戸時代初期から、椎竹では、江戸時代中頃の1664年頃から、静岡県、大分県で穂だに切れ込みを入れ天然の胞子が付着するのを待つ、なため法という、反栽培の方法で行われた。 1697年、元六十六年の宮崎安佐が、貝原楽圏編、農業全書には、椎茸栽培の方法が記されている。明治時代以降には、1907年、三村金三郎の、胞子の粉末を水に混ぜ込み穂田汁として使用する、方法や、完熟した穂田木から得られた木片を原木に埋め込む、方法。1930年、昭和5年、 森本彦三郎の椎茸の純粋培養されたのこくずし菌による栽培方法などの技術的進歩を経て1935年頃までに全国に普及し1943年昭和18年現在と同じ方法が森木作の草び型木片に椎茸菌を純粋培養したシゴマによる栽培で人工栽培技術は確立され1945年 昭和20年以降、他のキノコにも応用されてゆく。椎茸は生だけでなく、乾燥させたものが広く利用されたため、商品価値が高く積極的に研究がされた。一般的な原木栽培の工程。ただし、細部は目的のキノコや栽培方法で異なる。通常、原木の伐採は水分量が減り活動が活発的ではなくなる時期。 紅葉が始まる頃から、早春の水揚げが始まる直前までに行い、伏せ込みを行っても芽が出ない程度に数ヶ月間、乾燥させ、原木岩水量は28から47%とし、25%以下にならないように管理する。樹皮は、小実体成長の際に保護層の働きをするので、剥がれないよう取り扱う。普通原木栽培と短期栽培栽培の場合は、 目的の長さに、玉切り後直ちに主金を摂取する。さらに、摂取後直ちに、菌床となる切り株や穂だきの乾燥を防ぐために、土や落ち葉、またはビニールシートをかぶせる、伏せ込みを行い、菌主体を蔓延させる。伏せ込み用地は、原木伐採の跡地や、空調設備のない簡単な小屋、木陰などを使用するが、菌摂取後の数ヶ月間の管理は重要で、 乾燥と温度上昇は外虫の侵入や外菌の増殖の格好のともなりやすく、摂取した菌の蔓延とキノコの発生に最も大きな影響を与える。適切な量の主菌摂取を行い十分な湿度があれば、外菌より早く目的の菌が蔓延するが、過度の湿度も有害になる。主菌には目的のキノコの菌主体をおがくずや原木に蔓延させたものを使用する。 おがくずを使用するものは、おがきんとも呼ばれ、ペースト状のものを切断面に塗り付ける方法と圧縮成形しペレット状にしたものなどを利用する。原木に蔓延させたものは、小まきとも呼ばれ、欠状に切断加工されている。短期栽培では、おがきん症を塗り付けることが多い。バツネ栽培、長期栽培、普通原木栽培では小まきを利用することが多く、ドリルで、 一定の間隔的に穴を開け、穴が乾く前に駒打ちする。主菌の摂取量を多くすると菌死体の蔓延が早くなり、小実体発生までの期間を短くすることができる。小実体は原木に十分に菌死が蔓延し、適した温湿度条件が続くと発生する。通常は種付けの翌年秋から発生するが、 キノコと樹種を選ぶことで翌年春の発生も可能で、菌が回りやすい柔らかいクルミなどを原木に使用すれば翌年の春にキノコが発生し収穫可能になる。しかし柔らかい木は分解も早く3年以上の継続発生は難しい。ナら、クヌギなどを原木とした場合、3から7年程度継続し収穫できる。椎茸は刺激を与えることで、 年間3から4回の発生をさせることができるが、ほとんどのキノコでは1年に1回の収穫となる。キクラゲは樹種を選ばず栽培が容易。収穫量は発生初年度よりも2から5年後くらいが一番多くなる。自然の中で育てるため、すべての状態において害虫と害菌は多い。しかし、菌床栽培のような純粋培養的方法ではないので、 外菌が発生しても、急激に拡大することはない。乾燥すると、外菌が増殖しやすくなるので湿度管理は重要。栽培方法によらず、キノコ栽培に悪影響を与える、主な生物、枯死した切り株を菌床として、直接死菌を摂取する方法で、すでに雑菌が取り付き変色した切り株は利用しない。長期栽培と、同じく山間部での栽培に適し、 発生させるキノコが生育する条件を満たした環境であることが必須条件となる。ほとんどの紅葉樹が利用でき、栽培可能な菌種も幅広く、キノコ発生の成功率は約60%程度。条件が良ければ、ナメコなどでは3から7年程度の収穫も行える。直径30センチメートル以上の切り株は長期間の発生が期待できる。伏せ込み作業を省くこともできる。 伐採した木を長いまま、ただし余分な枝を切り落とし利用する方法。伐ツネ栽培と同じく山間部での栽培に適し、発生させるキノコが生育する条件を満たした環境であることが必須条件になる。ほとんどの紅葉樹が利用でき、栽培可能な菌種も幅広く、キノコ発生の成功率は60から70%程度。春先に摂取した場合、 早ければ、翌年の春、普通は翌年秋に、キノコが発生し、収穫可能となる。初期投資額を抑える、温室栽培の研究も行われている。長さ100センチメートル程度に切断した原木に、資金を摂取する方法。切断する長さと原木の太さは作業性を考え、剪定する。ナメコ、キクラゲでも利用される。主にシイタケ栽培に用いられる。 現在では、小実体の発生条件に対し、積極的に関与し、収量増を目指す、富士栽培一方が行われ、冠水と排水施設を備えた、専用の発生場所で発生させる。長さ15から20センチメートル程度に切断した、原木に資金を摂取する方法。多くの場合、伏せ込みの際に、木の9割程度を土に埋める。日よけのため、上には、 落ち葉や藁をかぶせたり、こかげで栽培する。主に、栗竹、平竹、なめこ、えのきたけで利用される。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。